ジョバンナ二世、ジョバンナ二世は、アンジュデュラッツォ家のナポリ女王。名目上は、エルサレム、シチリア、ハンガリーの女王でもあり、また王位継承以前には、オーストリア皇妃でもあった。ダルマチアのザダルで、ハンガリーを兼ねた、カルロ3世とマルゲリータ・ディ・デュラッツォの間に生まれた。1414 14年、成着の子を設けずに死去した弟ラディズラオの、王位を41歳で継承した。 王位継承以前に内オーストリア公ビルヘルムと結婚したが1406年に死別し、即位後の1415年にブルボン家坊家のラマルシュハクジャック二世と結婚した。いずれの結婚でも怖えられなかった。ローマは、境界大分裂で混乱に陥っていた隙に、ラディズラ王が占領していたが、コンスタンツ公会議で、境界大分裂も収束。 新たに選出されたローマ教皇マルティノス5世は、ローマ入りを望み、ナポリと交渉。ジョバンナ2世もローマ返還を受け入れて1419年10月に、教皇の代理人の手により、ジョバンナ2世のナポリオ大還式が挙行。マルティノス5世は1420年に、ローマ入りを果たした。しかし、後継者がいなかった、ジョバンナ二世は1421年、アラゴン王アルフォンソ五世を養子とし、 アルフォンソ5世はナポリに入ったが、ジョバンナ2世は、翌1422年に継承者を、フランスの安住公ルイ3世、男獣に変更した。1434年に、ルイ3世が、子供のないまま死ぬと後継者を、弟のルネダ男獣に変更。翌1435年に、ジョバンナ2世が死去した後ルネダ男獣が、ナポリ王となったが、アルフォンソ5世は、 ナポリ攻撃を開始し、7年後の1442年6月12日にルネを追い出しナポリ入場を果たした。セバラ、P412、P413。サワイ、P87。北原、P214。セハラ、P413。サワイ、P87、P88。北原、P214、P217。 セハラ、P413P414? ありがとうございます。